こんにちは。暑い。むちゃーん。今日はですね、もう家にいててもよかったんですけど、ママと大ちゃんが今日ちょっとイオンに映画を見に行くって言ったんで、ちょっと家にいてても退屈かな、まあ寝ててもね、退屈やったんで、ちょっとムーちゃんとももちゃんと俺だけでーす。今日はママの提案で、ムーちゃんとももちゃんと東京インテリアに行ってきたらみたいな感じで言ってくれたんで、ちょっと行ってこうかなと思ってるんですけど、なムーちゃん家具じゃ見に行こうか。まあなんかね、その欲しい家具とか別に何もないんですけど、まあ外はちょっと暑いんでね、なんていうんですか、日陰ね、日陰のところねの方がええかなと思って、で、あそこ行けるよみたいなママ教えてくれたんで、ちょっと行ってきようかなって思って、まあ、行ってこうかなって感じでちょっと来てるんですけどね。今日車はやっぱ重いし、地元は少ないですね。まあ今日はちょっと地元じゃなくてちょっと離れたところまで来てるんですけど、むーちゃん楽しいな、お出かけな、お出かけ行こう言ったらいつもむーちゃん楽しそうですね。着きましたよー、むーちゃん着きましたよー。私ママと来たことあるやな、ムーちゃんとモムちゃんと来るのは初めてかな。どうする、日陰に置いとく、ぐるっとちょっと一回回ってみてもいい。これくるっと回れる感じなんやな。ママちょっと待ってな。はいはい、分かった分かった分かった、ちょっと待って、ママちゃん。もうどうする？日陰に止めた方がいい？せーな、むーちゃん日陰に置いとこうか。お店近いけどどっちがいい？日陰多いかもしれない。めっちゃ少ないなあ、むーちゃん今日。日陰止めようか、やっぱり日陰の方がいいよな。行く？むーちゃん？あったー、ラッキー、開いてた。むーちゃん、ちょっと待って。わかったわかった、もも今止めさかいな。行こうな、楽しいな、むーちゃん。やったー、やったやったやった、嬉しいな。待ってや、むーちゃん。ママ、わかった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 。ちゅいた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 。よいしょ。あ、むーちゃん来たね、ほら。むーちゃん、泣いてくるねーって。バイバーイって。泣いてくるよーって。